始まりました、はい、始まりましたまでですか。いやいや、誰のまでですか。剃らないといけない。あ、そろそろ剃られるんですか。そうね。じゃあお仲間に仲間なっていただけるんですか。あ、もちろんですよ。いや、でも髪の毛あるから別にそんなお仲間には絶対ないですけど、私なんかもね、いつもこう、なんていうんですかね、育毛剤はもう昔欠かせなかったんですけど、はい、もう最近は全然ね、なくなったし、ただヒアルロン酸は毎日こう塗ってるけど、それやるとどうなんですか。あの、テカテカになります。テカテカ、テカテカっていうか、もうここら辺がやっぱりね、あの、はい、血行が良くなってる感じします。へー、なんとなくですけどね。何のために。何のために。五行を開かせるために。そうなんです。そういう、確か五花系でしたよね。そうそうそう、五花系なんですよね自分で放ってた五花系なのかもしれない。まあ、あの、まずいきましょう、うん、第、あの、今日50回目なんです。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。50歳の誕生日で50回目。すごい。そうなんですよ。だから今日は50-50 だから、この番組に出てたこのは、まずは絶対鍋さんだなと思ってます。嬉しいこと。この番組をね、本当あの作っていただいたのは、うん、鍋さんなんで。そうなんですか。あ、そうです。おう、いつも3歩歩くと忘れちゃうんで。だからこちらで鍋さんの番組に少し出させてもらったりとかで、私もさせていただいたこともあるじゃないですか。だから鍋さんがここにもうあったんですよでも鍋さんがいていただくとすごく非常に良、うん、かったなっていうのがありますね。非常に非常に。おう、じゃあまず声かけだけお願いできます。声かけ、声かけ、はい、声かけだけ。声かけ研究所。はい、声かけ研究所ですね。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、第50回、はい、鈴木平次の平次エイジ。エイジ。エイジ。始まりました。ね、光ってる。パッパッとね、パッパッパッってね。はい、もうこの番組はですね、はい、あと、まあ、独身アラフォー男性のですね、特にこう結婚をしたいなと思ってるんだけど、なかなか難しいなと思っていらっしゃる方にですね、応援していこうという番組で。そうなんですね。そうです。もともとそれをやっていこうかなというので始めたんですね。で、やはり、まあ、その中で、まあ、いろいろな方にこう、まあ、見ていただくように少しずつなってるんですけど、で最近ですね、今日の、まあ、議題というかですね、議題議題という結構重々しいですね議題、はい、いや、あの、実際問題はテーマですね。テーマ、はい、テーマはですね、私やはり今でもやはりこう非常に自信のないところはまだまだあるんですよ。そう見えないですけどね。いやいやいや、見えなくないんですよ。ものすごくまだね、こう自分で自分のこう表現をするっていうのがですね、うん、苦手な方なんですよ。いや、はたから見てると表現してるように見えますけどね。とんでもないです。なべさんにもいろいろ教わりながら、やはり、あの、まあ、私、お世話会塾っていうところも入ってるんですけど、そこでこうやはり自分をこう出せるように少しずつ、まあ、勉強というか自分を磨くための訓練をしたからようやく慣れたんですけど、まだですね、どうしても頭も磨いて心も磨いてっていう感じですね。そういうね、なんかね、そういうことがね、全くパッと見てないんですよ、ね、じゃ心にヒアルロン酸を。そうそう、心にヒアルロン酸そう、心にヒアルロン酸を言えてないですよ。ヒアルロン酸を、ヒアルロン酸かなと思ったんですね。はい、で、ナベさんに今日聞きたいなと思ってるのは、はい、やはりこの、まあ、コンプレックスとかじゃないんですけど、やはり自信のない男性って、うん、今回50回の節目なんで、もう一回原点に戻ってみようと思ってて、うん、やはり私がやはりあの、うん、婚活もそうなんですけど、うん、その前に人前で話すとかもそうですし、うん、やはり実際誰かと会ってお話をするとか、うんうん、やはりもともとそのね、こう、そういう時代があったんで、うん、その時代はあるこう被ってた時代ですね、はい、その時は全くこう人と喋るということは正直できないんですよ、ね、うん、バレたらどうしよう、バレたらどうしようとか、もう心の葛藤ですよ、ずれたらどうしよう、どうしようとか、飛んでったらどうしよう、どうしようとか、そんなことばかりを考えると余計に前に出ることはできなかった、うん、それを称してコンプレックス、コンプレックス、それを渡辺さんは、なべさんは、はい、こうコンプレックスを、例えば男性で絶対ですね、コンプレックスというよりは自信のない男性が非常に多いと思うんですよ、はい、自分に自信をつけさせる、はい、なんかいい方法っていうか、魔法の方法ってなかなかないんですけど、うん、さっきヒアルロン酸をつけるんだったらできないんですけど、はい、バッテリーが少なくなってますって言ってますよ。あれ大丈夫ですか。大丈夫か。え、おかしいな。大丈夫ですか。大丈夫だと思います。はい、大丈夫ですか。すいませんね。あれ、うん、大丈夫だと思います。あれ、ちょっと待って、おかしいな、大丈夫あれ、ちょっと放送事故放送事故じゃあ、こっちにしまし
ちゃった、うん、大丈夫です大丈夫です、はい、いい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はいはい、途中で切れたり切れたりしてます、はい、すみませんね、はい、放送事故になっちゃいました、はい、なのでやはりこう自信を見つけたいっていう人、うん、自信がない人をどうやったらこうなんていうんですかね、まあ少しでも、うん、俺はいけるんじゃないかとか、うん、前に出るというか行動に移せる男になれる秘訣っていうのがあるんですかね、ナベさん見てると何、まあね、コンプレックスは好きでした、好き、吉川晃司と布袋寅泰、その、え、まあ、そのコンプレックスじゃないんですか、ね、じゃないんですかね、まあ、心の、ああ、ちゃんと聞いてないから、コンプレックスだけしか聞いてなかった、なるほど、あの、はい、心の闇っていうんですかね、闇闇というか、なんていうんですかね、こう根深い何かが、ね、あるんですよ。なるほどね。なんかこう自分では行動したいんだけど、うん、行動できないというか、うん、そこをなんか改善する方法って何かないですかね。そうですね。なんか鍋さん流動ですよ。おせっかい塾でもお伝えしている、はい、人間関係、コミュニケーションで、はい、最も大事なものと思われる、僕が思っている想像力です。で、おそらくですね、自信のない方っていうのは、はい、その想像力には長けてるのかもしれないんですが、はい、悪い想像をしてしまうんですね。なるほど。きっと俺はこうだとか、はい、こう見られているだとか、はい、こうなるんじゃないかとか、はい、全部こうネガティブな想像、ある意味想像力長けてるんですよ。なるほど。だって想像力が欠けていたらそこまで考えられない。考えないですね、うん。じゃあどうせ想像力があるんだったら、ええ、いい方に使ってみたらどうですか。なるほどね。その想像力を例えばこう、うん、今なんでしょうかね、ナベさんがこうやっていろいろ話してる中で、うん、さっきもコンプレックスの話で、うん、ホテータとか、うん、そういうのこうやっぱりそういうのもそうですけど、そういうのも含めて想像力、うん、想像力、うん、それは その想像力を出すためのなんか訓練というか、それはおせっかい塾にいらっしゃいます。なるほど。そうですね。そうですね。まあ本当にそうなんですけど、だけど要するにまあこのせっかく動画を見られてる方がいらっしゃるとすると、例えば一つワンポイントとして言えば、どういったところの着眼点、そのなんていうんですかね、想像力を湧き立たせるというには、まあ、やっぱりいろんなところにアンテナ張らせるとか、いろいろよく聞くじゃないですか。うん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 、ですけど鍋さん流だとしたら、どうやってやる？想像力、そもそもの想像力をつけるっていうところですか？そうです。でもお話をこう戻させていただくと、はい、コンプレックスを持ってる方は想像力が高いと僕は思ってるんですよ。ああ、そうなんですね。だっていろんな想像して悪い方に考えてるわけじゃないですか。僕もいじめられた経験があるので、その想像力って長けてたんですよ。そういうことなんですね。きっと誰々はこう思ってるんじゃないかとか。あ、鈴木さんもそうでしょ。私そうです。きっと会った方がね、あのカツラと思ってるんじゃないかとか、すごい想像力なんですよ。想像力欠けてる方っていうのは多分そういうのは思わないし、多分コンプレックスないんじゃないかと思います。なるほどね。でも私ってそこはね、全然自分ではその想像力がない人間だっていうのを自分で、うんうん、だからそれをこうロジックで考えればいいんじゃないですか。なるほど。コンプレックスがある方は想像力がある、だったらいい方に使いましょうよっていう。それって本当に、うん、でも実際問題そこに気づいたというか、うん、鍋さんがそれを気づいたっていうのは、うん、どういったところでにその着眼されたんですか、うん、じゃあその想像力を、うん、例えば逆に言えば持ってない人じゃないんですよって今言っていただいたじゃないですか、うんうん、私としては逆に言えば、うん、それはいろんな人を見てきて、なるほどね、嫉妬する人っていうのはすごい想像力があるんですよ。なるほど。実際そうでないのにそういうふうに思っちゃうとか。意外と想像力ってそういうネガティブな方にも力を発揮するっていう。ああ、そういうものなんですか、ね、でもいい方にももちろん使われるわけですね、うんうんうん、当然ね、はい、だからもう想像力の持ち主ってことですよ。なるほどね。いやもうちょっと逆に言えば自信、そうです、それをいい方に、うん、そのいい方に持っていくのがなかなかね、うん、非常にネガティブではないけれど、うん、やはりやっぱりあれは難しいよなとか。だからそこを着眼点を変える、自分はそうか、想像力があるからコンプレックスを持ったり嫉妬したりするんだって、想像力の持ち主だと。これってみんながみんな持ってるものではない。じゃあせっかくだから使えるんだったらいい方に考えてみようよみたいな。なるほど。
そういうことなんですね、うん、いや今日すごいだから両極に触れるっていう。なるほどね。でもそれは、はい、うん、実際問題は自分の中では本当に今、まあ、ねそうは分かっててもなかなかできるっていうのは違って、分かるとできるの違いで、うん、自分でその今を分かってみたいな、うん、実際に、うん、あそっか、うん、自分で、ね、想像力あるんだって思い、想像力あるからコンプレックス問題嫉妬もしちゃうんだ。あなるほどね、そうは考えなかったですね、うん、想像力ない人は考えないんだよね。俺は想像力持ってんだ、じゃあこれちょっといい方に使えたらよくね。あなるほど、深いですねこれね、はい、非常にいい弁、いい番組というか、ちょっと放送事故ありましたけど、はい、非常に内容は濃いですね今の。非常に非常です。非常に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 、はい、でもまあ本当に実際今ね、私らのまあ周りのところでも男性がやはり婚活をしたいと、うん、だけど婚活をするよりも自分にとにかく自分は同性とかでもだってって、まあ、いつもよく言う 3D って言われる言葉ですけど、それを言い続けるから、うん、言い続ければ言い続けることですね、うんうんうん、負のね、スパイラルに入っていっちゃうわけですよ、うん、そのスパイラルに入っていっちゃったら抜け出すのが大変なんですよ ね。そこをやはり毎日じゃ、まあ、お経を唱えるじゃないけれど、うんうん、自分で自分はもうコンプレックスの塊を持った発想力のある人間なんだ、そうですよ、じゃあ言い続けよう。私も発想力はないと思ってたんですけど、うん、発想力あるそうなんで、だって全員が1億2000万人は想像力たけてるわけじゃないんですよ、うん、そうそうそう、そういうふうに考えちゃう人は想像力にたけてるんですよ。なるほどね。だからこっちに行けばまた選ばれし人たちになるわけですよ。なるほど、うん、でそのちょっとのちょっとの違いですよね。そう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 、あとは爆発ですよね。なるほど、そういう人とコミュニケーションを図っている、ね、でも想像力があるから早いですよね、はあ、爆発を踏んでる。うん、じゃあ実際問題間違ってなかったとか、ね、ないですよ。あ素晴らしい想像力の持ち主ですよ。いやそんなふうに言われると今日はいい日だなと思ったんですけどね。いや光ってます光ってます光ってますますちょっと、ね、今日ここね、ね、みんなを照らしてください。あぜひねこれからも照らして照らし続けないですけど、うん、いや本当にね、でも今日の中で一番本当私50回なんですけど50回目なんですけど、一番本当鍋さんに聞きたかったのは、うん、本当にその根っこの部分は、うん、ここをですねクリアしない限りはまず行動に出ないし、うん、男性がやはり婚活をしようと思ってる、うん、思ってるだけだし、うん、でも実際問題自分で結婚したいなと思ってても、うん、いやどうするのかわからないと、うん、そういった時にやはりね、まあ、我々の恋から研究所って言ったところにですね、うん、やはりね、来ていただければやはりいいなと思うんで、皆さんいい根っこを持ってるんですよ。なるほどね。そこでやっぱり水をね、水とか肥料とか肥料、ね、必要なわけです。そうですね。それが恋から研究所、うん、うまいですね。いい、さすが。別にここは焦点ではございません。で、まあ、これから研究所の中で、そろそろ、ね、あれかもしれないですけど、いろいろイベントやってる中で、そうなんです、イベントを、ね、やるんですよね。お弁当をやるんですよね。はい、で、実際今度は4月20日ですよね。はい。浅草本。これ、浅草橋でですね、浅草の今度、浅草橋であります。あ、そう、浅草、七福神巡りっていうのをやります。どさくさに紛れて。はい。これ非常にですね、うん、恋愛ね、縁結びで有名な今戸神社というところもありますしね、うん、非常にこう、まあ、恋愛にこれからやっていきたいなっていう方はですね、うん、ぜひ参加していただきたいなと思ってます。で4月20日のですね9時45分なんですね、から浅草の駅のところので待ち合わせになるんですが、詳しいことはですね、もしよろしければ鈴木平次でも結構ですし、恋から研究所で調べていただくとイベントページがございますので、ぜひですねちょっとご覧になっていただいて、興味ある方は参加していただきます。でもロータスさんのね、これからイベントを、そうですね、イベントを今貼っていただいてますから、ぜひ、はい、参加していただきたいなと思います、はい、いや今日は奥深かったなと思って、50回にふさわしいなと思ったのは、自分でも今日本当に、あ、なるほど、コンプレックスってそんなにね、想像力があるんだなってことが分かったんで、うん、それをいい方に、はい、それは僕なりの統計でございます、うん、いやでもそれは絶対間違いないと思います。私は今日はそれを持っていきたいなと、皆さんたちにもぜひですね、うん、コンプレックスをコンプレックスじゃないと思っていただきたいなと思っております。はい、はい、まあ、そういうわけで、まあ、これからもですね、まあ、51回52回という形でどんどん、まあ、男性の方に向けに、まあ、なりますけれど、応援していきたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。